はいどうもー、こんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、今後登場予定するかもしれないアイコニック選手を紹介していきたいと思います。先日ですね、バルセロナのアイコニックとして PS4 で出ていたメッシがですね、登場したということになっているんですが、 PS4 ではですね、こちらの5選手が特典のアイコニックとして登場していました。まあ、言い方悪いですけど、お金を積めばね、この5選手全員ね、ゲットできるということで、 PS4 の方はね、スタートダッシュ決めやすかったんじゃないかなと思いますが、まあこちらのアイコニック一人でも多くアプリの方にも来てほしいところですね。でこの中でもメッシが登場したということになるんですが、個人的に一番右のベッカム、アプリの方にも来るんじゃないかなという予想をしています。というのもアプリの方でですね、まあアップルストアだったり Google プレイストアで見ていただければわかると思うんですけど、アプリの画面でベッカムがいるんですよね。右下スコールズの左にベッカムが登場しているということになっているんですけど、ここにベッカムがいるので、もしかしたらね、アプリの方でもワンチャンベッカム来るんじゃないかなと思いますし、まあ、このアップルストアだったり Google プレイストアにあるプロモーションビデオの中でメッシが登場していたので、常々ね、自分はですね PS4 で出ているメッシも登場するということは言っていたんですけど、まあその度にね、まあ辛辣なコメント等もありましたけど、まあ案の定来ましたよね。ということで、まあこのベッカムに関しても個人的にはまあどうですかね、可能性はまあ高いわけではないかなとは思いますが、まあメッシが来ましたんで可能性あるんじゃないかなという予想をしています。でこの画面見たらわかるんですけど、メッシ、ロナウド、ラッシュフォードが同じ画面にいるんですよね。まあ今のところプレイヤーパックは1人のみ獲得できるということになりますので、こんな画面が実現することはないんですけど、まあ特にラッシュフォードは金玉ですし、まあありませんが、この他のプレイヤーパックも買えるということになれば、特にこのユベントスのロナウドは激アツになってくるんじゃないかなというところですかね。ただまあこのベッカム、なぜこんなに盛り上がっているのかというところで、能力値がめちゃくちゃ強いんですよね。まずは一覧表でご覧いただければと思うんですが、まあ能力値で言うと左から2番目の IM2 と書かせていただいているのが PS4 の方で出ているベッカムになります。一番左が前作のベッカムになりますね。で右がまあ今作出ているレアルマドリのベッカムとマンチェスターユナイテッドのベッカムになるんですけど、まあやはりこのアイコニック2回目のベッカム強いなという印象で、能力値だけで見るとアイコニック4回目がね、能力値だけで見ると強いんですけど、まあ追加スキルができる部分だったりプレイスタイルがクロサーということになっていますので、まあクロサーやはり皆さん好きですよね。ということで早速ですね、一人ずつ紹介していきたいと思います。まずはですね、レジェンドとの比較見ていきましょう。通常の1ですね、こちらは2018の頃にベッカムがレジェンドで出ていたんですけど、こちらとまず比較していきたいと思います。まあやはりね、アイコニックの方が能力者高いということになっていますし、スキルミドル、ライジング、アウトスピンキックが今回追加となっていますね。でプレイスタイルがやはりボックス2ボックスとクロサーということになりますので、使用感のところはかなり今回のベッカム違うんじゃないかなと思いますし、期待の選手の一人ということですかね。で若ベッカムの方とも比較していきたいと思いますが、まあ若ベッカムと言ってもね、それより若いベッカムが出てしまいましたので、若ベッカムっていう表現もなかなかできにくくなっているんですけど、まあこのレジェンドと比較すると、まあ能力で言うとやはり今回かなり強いですね。ただまあフィジカルコンタクトに関しては今回マイナス6ということで、フィジコンは下がったのは痛い部分かなと思いますし、スキルワンバドワンシュー前回持っていますので、スキル面で見た時には前回の方が強いかなと個人的には思います。ただまあ総合的に見るとやはり今回のアイコニックがかなり強いかなと思いますので、このベッカムやはりアプリで出ててほしいなと。ここからはアイコニックとの比較になるんですけど、能力値ご覧の通りとなりました。まずアイコニック1回目、こちらはですね、前作で出ている同じ黒沢のベッカムになりますけども、まあ能力値で見るとやはり今回かなり強いなという印象で、まあオフェンスセンス1下がっていたり、あとはフィジカルコンタクトもマイナス8ですね。ここら辺はかなり痛い部分かなと思いますが、特にスピード瞬発の部分ですね、93、90ということで10と1上がっています。このスピ瞬がかなり高いベッカムになりますし、やはり黒沢ですので、今回のベッカムやはり出てほしい印象ですね。で、やはりこのスキル追加ができるという面で今回のベッカムかなり強いかなと思います。特に PS4 の方はですね、スーパーサブつけて使っている方だったり、ワンシューなりワンタッチパス追加されている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、まあ最強クラスの中盤の一人なんじゃないかなという印象ですね。続きまして、マドリーのベッカムとの比較になりますけども、まあ能力してみると、フェンスエンスマイナス3だったり、ボールキープマイナス4、フィジカルコンタクトマイナス3という部分は痛いかなと思いますが、やはり今回決定力だったり、スピード瞬発の部分ですね、ここら辺はかなり強化されているかなと思います。で、スキルが今回やはり圧倒的に多いので、まあマドリーのベッカムよりかは今回のベッカムの方がおすすめですね。
で最後はですね、前回マンチェスターユナイテッドでアイコニック出ています19歳のベッカムと比較していきたいと思いますが、まあ、やはりオフェンセンスに関しては今回かなり低くなっているなという印象ですが、決定力はですね今回の方が1高かったり、やはりスピード瞬発の部分が高いですね。ただまあフィジカルコンタクトに関してはどのベッカムと比較しても今回の方が低いという結果にはなってしまっています。スキル面で見た時には前回はワンタッチシュートを持っていますので、このまあ今回のアイコニックベッカムにワンシュが追加できるのであれば間違いなく今回かなり強いかなと思います。まあやはりですね、今回のベッカムに関してはスーパーサブつけると他のベッカムとは比べ物にならない能力値になるかなと思いますので、個人的にはやはりスーパーサブがおすすめですね。ということでもう一度ですね、こちら総集編で見ていきたいと思いますけど、やはり今回のベッカムに関しては追加スキルができるという面で、かなり長所かなと思いますので、まあ早くアプリで出てほしいなというところかなと思います。ということで以上でですね、ベッカムとの比較見ていきましたけど、 PS4 で出ているアイコニックで出ていないのがロナウド、ベッカム、カーン、ベルカンプということになっていますので、まあこのロナウドも出てほしいところなんですけど、ベッカムに関しては可能性はあるんじゃないかなという予想していますね。さあということで、なんとなく久しぶりに結構激アツなねナショナルセレクションガチャ来たんじゃないかなと思いますので、しっかりバチコリ引いていきたいと思います。まあイングランドとドイツですので、イングランドから先に引いていきましょう。まあイングランドはね個人的に結構熱いんじゃないかなと思っていますが、ドイツの方が個人的には熱いんじゃないかなと思っています。同じこと2回言いましたね、大事なことなどで2回言いました。で個人的に狙いで言うとサンチョだったり、あとはそうだな、マグワイヤー持ってないので、まあ持ってない選手欲しいですね。マグワイヤー、サンチョで、サンチョに関しては全今回のやつ持ってるんですけど、やはり今回の方が強いので3助ゲットしていきたいところを、ということで早速引いていきますか。あ、デクランライスでもありですね。ただまあやはり一番最初にゲットしておきたいのが3助かなと思います。さあということで、おわー、いきなりのゴールキーパー、ナイスキーパーじゃないよ、今回はナイスキーパーとは叫びませんが、まあこの C 環境でこのピックフォードが輝ける場面はそんなに多くないかなというところですね。ということで早速2連目引いていきましょう。3助に関しては前回のナショナルセレクション持ってるんですけど、やはり今回の方が強いので出てほしいですね。さあ行きましょう、右足までは OK。 さあ誰だ、頼むぞ、サンチョ個人的に欲しいぞ、誰だ、うわマグワイヤか。あの5バックの真ん中だったり3バックの真ん中では活躍するんじゃないかなというところですね。さあということで早速行きますか、イングランドラストサンチョよ。うん、サンチョ結構最近使ってる方見るんですよね。さあ行きましょう、ラスト頼む、来てくれジェイドン、サンチョどうだ、マンチェスターユナイテッドの噂もありますけど、さあどうだ、右足ということで、背番号わかんないのがきついな。さあ、誰だ？おー！サンチョー！ジェイドン・サンチョー！いや、ドルトムントからマンチェスターユナイテッド本当に行くんですかね、かなり気になりますが、来シーズン。いや、このサンチョ獲得はありがたいですね。まあ、レベマ総合値もめちゃくちゃ高いですし、能力値もかなり高いので、ドイツで個人的な狙いの選手としては、まずエムレジャンですね。やはり初登場の選手をゲットしていきたいですし、持ってないので、まあ、初登場なんで持ってないのは当たり前なんですけど、あとはリュディガーですね。リュディガーも個人的に持ってないので、まあ、リュディガー、エムレジャンかな。まあ、ここら辺の選手が当たったらいいかなと思いますね。ベルナーとかね、当たってもどうだろう。あの、スキル面でね、もう少し持っておいて欲しかった印象もあるので、やはりアイコニック C 環境だと難しいと思いますね。ということで早速引いていきますか、頼むぞ、誰だ、これはこの角度なんとなくベルナーっぽくね、うん、ベルナー予想、さあどうだ、おー、あーベルナー、やっぱりベルナー、ベルナーね、まあ、何かスキル追加できるのであれば結構輝けそうな選手ではあるのかなと思いますが、まあ、C 環境でアイコニックがねはびこっている今の環境では難しいんじゃないかなというところですけど、さあドイツ代表いきましょう、エムレジャンか、リュディガーだ、リュディガーが、かエムレジャン、おーいいの、いやー、さあということでドイツ代表ラストいきますか、頼むぞドイツ、エムレジャンかリュディガー、まあキミッヒとかでもね、あの能力値今回の方が高いので、キミッヒとかでもありはありなんですけど、やっぱりリュディガーかエムレジャン欲しいところ。さあドイツ代表ラスト誰だ、右足でとりあえずあのベルナーのスパイクではないことは分かりましたが、さあこれ、うわギンターか、あギンター全然ありなだ、うわギンターちょっと見てなかったなまあイングランド代表の方は結構いい日できたんじゃないかなと思います。まあ、ドイツも良かったかな、ドイツもイングランド良かったかなと思います。ということで本日はご覧に終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では